はい、赤い宝石とも称されるさくらんぼ、真っ赤な真っ赤な果実を心ゆくまで頬張りたい、そんな気持ちを満たしてくれる場所がこちらの聖籠町にある天野さくらんぼ狩り園です。昨日オープンしました。30分の食べ放題コースがあって、多い人は70個くらい食べるんだそうです。今日は私も食べる時だけマスクを外して、今食べ頃のさくらんぼをいただいていきます。最近お客さんから特に人気が高いというのがこちらのベニカという品種です。さくらんぼの中では大玉な品種、こうして見てみるとどれも美味しそうに見えてくるんですが、食べ頃のサインはあるんでしょうか。天野さくらんぼ狩り園の天野さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何か目印みたいなものはありますか。そうですね、やっぱり大玉で色の濃いものでしょうかね、はい、この辺あたりいかがでしょうか。これですね、はい、確かに大きくて赤いですね。どうやって取ったらいいですか。そうですね、ちょっと根元の方に戻すような感じで上の方に、はい、ちょっと戻す。あ、簡単に取れました。 ではいただきます。甘いです。果肉が柔らかくて、歯を入れる瞬間果汁がじゅわっと溢れ出してきました。天野さくらんぼ狩り園ではおよそ10種類のさくらんぼが楽しめます。代表格の佐藤錦はもちろんなんですけれども、黒紫色のサミットという品種もあります。アメリカンチェリーに見た目はよく似ているんですけれども味は全く違います。果肉まで赤いのが特徴です。さあ、そしてこちらは金色のさくらんぼ、合算錦という品種です。熟していないから黄色なのではなくて、熟してもこの色なんです。生産している農家が非常に少ないということで流通はほとんどしていないそうです。ではいただきます。身がしっかりとしています。上品な甘さです。美味しいです。天野さん、はい、新型コロナ禍にどのようにさくらんぼ狩り楽しんでほしいでしょうか。そうですね、広い畑ですので密になることは少ないと思います。皆さん大勢来ていただければありがたいと思います。天野さくらんぼ狩り園は今月27日まで開いています。皆さんも感染症対策をして食べ比べをしてみてください。以上、中継でした。